マンラーレ八戸監督の石崎です。大分トリニータ30周年おめでとうございます。 J1 目指して頑張ってください。応援してます。小林です。大分のトリニータの皆さん、30周年おめでとうございます。私はここ大分トリニータで監督のキャリアをスタートしました。たくさんのことを学び経験した特別なクラブです。今後さらなる発展を期待します。皆さん、ご無沙汰しております。まず大分トリニータ30周年おめでとうございます。私は大分ではユースの監督、トップの監督、それと副社長していたファン・ボガンと申します。今は韓国サッカー業界で技術本部長、英語ではテクニカルダイレクターっていう名前で仕事やってます。今の仕事があるのが大分の貴重な経験があるからこそです。これからも韓国と日本のサッカーの発展のために、特に大分のサッカーの発展のためにも家系士になりたいです。今でも大分の空気、山、海、食べ物、温泉、大事な友達見たいし会いたいですね。大分トリニータの皆さん、ご活躍とご発展を祈っています。これからも大分に行くのを楽しみにしております。また大分で会いましょう。Olá, aqui é Péricles Chamusca. Eu sou o treinador do Al Town da Arábia Saudita. Queria parabenizar o Oita Trinita pelos 30 anos de aniversário. Dizer que foi uma honra fazer parte da história desse clube com a grande conquista da Copa Nabisco. Estamos sempre na torcida. Gambate kudasai. Yoroshiku onegai shimasu. Tasaka Kazuaki desu.大分トリニータ30周年記念ということでおめでとうございます。私がいた時の思い出としては、やはり昇格プレーオフ1年目で優勝してですね、J1 上がったっていうことは非常に今でも鮮明に覚えてますし、その後いろいろ苦しい時期もありましたけど、6年間在籍した中では非常に、良い思い出をさせてもらってます。これからトリニータがですね、50周年また100周年とね、続けるよう陰ながら応援してますんで、ぜひともこれからも頑張ってください。大分トリニータの皆さん、関係者の皆さん、サポーターの皆さん、この度は30周年おめでとうございます。今はライバルチームの長崎にいますけども、今後も大分トリニータの発展を記念しております。共に J1 昇格目標に向かって戦っていきましょう。おめでとうございます。大分トリニータ現監督の片野坂です。いつも大分トリニータの応援ありがとうございます。私は2016年から6年間監督として就任させていただきました。J3 の優勝、 J2 昇格、そして J1 での3年の戦い、21年には天皇杯決勝まで進出して、残念ながら準優勝でしたけど、素晴らしい経験をさせていただきました。これは本当に大分トリニータに関わる全ての方々のおかげだと思います。今年から監督としてチャレンジさせていただくことになりました。これまでの経験、そしてこれからまた新しい大分トリニータのフットボールというものを皆さんにお見せして、また素晴らしい成果を今後も上げていきたいと思います。